はい、ちょっとカードおかしくなかったっすか。カードさんすげえ31になってるよ。やってるやってたいや、なんかすごいカードがすごい懐かしく感じるんですけど、 あの今回トーナメントほら3でやってもらうんですけど、はい、もしかしたら2で、あ、はいはい、2のトーナメント出るかもしれない。なるほど、あ、なるべくその融合する感じで、はいはいはい、出て組んでもらえればなっていう話をさせていただきました。いやなんか懐かしいですね。あ、これあれですね、はい、2人がピークの頃のやつ。あー、はい、前世紀、あ、古き良き思い出的 な、 なるほど。よくだって先生、あの、あんな形の私服のとか、こんな形の企画のって言ったでしょ。だいぶ昔すぎてちょっと、いやこのバージョンだって弱そうだな、このデッキな見た記憶がないですよ。このデッキいねえだろ、だって右とか特に左もいねえよちょっとバージョンどころか対戦勘違いしてますよね、これ。どっちも全ね、はい、三国大戦ですから回んないだろ、あいつだってまあちょっとなんかお互い配置おかしいっすよ、今ちょっとやる気満々って、やる気どんだけやる気満々なんですか、これまずは、まず選手向かい合ってお辞儀から始まるからいやいや、お辞儀も何もないじゃん。バチバチにいってるじゃないですか、開幕からこれ行きまくりですね。さあ絶対そういう有利だろ、こんなんああ確かにゾウだ。さあゾウの強さを使ってオフィスサイドが上がりました、ね、いやでもあれですね、いきなりアワビ落ちましたからね、これじゃ回復いけないですよ ね、 そうですね。地味にこういうところは無駄にちゃんとしてますよねナイスプレーは真面目みたいな、ね、はい、なめるんじゃない。これただこの辺は入らないですね、はい。まあ、リーー王女までちょっと脅威に引っ張れば、ね、残ったのが馬2体で、はい、馬長がいますからね、はい、これ無理でしょう、工場、はい、オフィスサイドも、まあ、無理しないんで、うっかり逆サイクルじゃないですか。まあ数も違いますからね、はい、お互いに、あ、キング、あ、そうか、キング三決は言うものも、あ、言うものですね、ちょっと勘違いそうになります、そうですね何事もなかったかのようにお互いにはい、いやなんかこれ見てて、あれ対戦2の実質ちょっと見てるのかなって感じですよね。なんか2年か3年ぐらい前ですよね光景がいやだって劉備が2の頃のレジェンド劉備ですよ。こんなになってますからね。シュプロさん超使ってたよ、このレジェンド。あ、使ってましたね。ちゃんとほらアジアに向けたメッセージ考えてくれ、もうあんた来るだから。あ、なるほどね。ちょっとした素人なんじゃないんで、しっかり考えてくれてるんですよ。気を使ってくれてるんですよ。アジアの人はあれ大徳でかくねこれみたいな感じで見てますけどねそんなでかかったっけみたいな、はい、さあ、ホロさん、どう、はい、あ、懐かしいですね。はい、はい、上げていきますね。さあ、それに対してきっちりここ、本当真面目でガスだね、はい、ここ、フォーメーション残念しますね、お互いね。はい、あ、突撃が急に入っちゃいましたね。はい、さあ、オフサイドは金管さんに向かって、ここで金が対応するのですね。時間稼いでボブロックが7割まで回復しましたね。金管が攻撃数、ちょっと時間稼ぎやってます。はい、ただちょっと、どっかしらは取れそうですね。シフトのサイド、左が入りそうですね、はい、弾ければ分かんないですけど、ちょっと厳しそうですね、はい、これは。マジか、完全にこの辺ガチですよ、2人登場シーンとは思えない。そうですね、この画面に映って2人の登場、はい、さあ、金管目録が落とされるかどうか。あ、守れそうですね。乱戦強いですね。はい、はい、硬いですね。でかいですね。これ目録残ったんだ。撤退する。これカウンター怖いですね。まあ再起もありますけど、はい、さあ攻撃をして大友井は残りました。はい、ゾウが硬い。はい、やり壁一発ですか。ティフのサイドは、はい、行きますね。2部隊ですか。早いですね。はい、もう士気が溢れそうな感じ、ね、なるほど、はい、さあこれ上がりながら回復ですね。こういう中途半端な状況でも回復できるんで、はい、ライン上げられる人は大きいですね。さあ、義援が2部隊の横に対して僕が壁になってますね。こういうが、ここもしっかりと2部隊ですか。意地でも与えないと。はい、ちょっと無理ができないですかね。はい、ここリュウビが粘りますよね、やっぱり。私より強い。さあ、弾き戦逃げるんでしょうね、これは。逃げろ、はい、
逃げの速度上昇、はい、おー新しいですね。弾き戦法を贅沢に使ってみましたみたいな感じですね。まあ、宝山城は復活持ちですからね、はい、でも俺今使った分の宿と合わせても、ま、次大得点やり合うにはちょっと心もとないですよ ね、はい、やっぱり開幕重視ですからね、はい、さあモユがあと気持ち上がりますこれね、これ気持ち上がります、はい、これみたいな感じですね、加藤くんね。モユがまず弾いて、はい、ヤジはキープしてますね。入ってねえその足んないですよね、回復で絶対左は入りたかったですね、ボクロクは、はい、入りたかったんですけど、それ以上引っ張れないというところですかね、やっぱり。さあ、宝山城がフォローしつつ、さあ、脅威の槍だけはしっかりキープですね。やれる。さあ、一騎打ち。おーっと、エサルバチョウと脅威ですね。これはこれは美味しいんじゃないですか、加藤さん。無理だろう、でもこれ。きついですね。武力上がってますからね。はい。今持ちですからね。我がペースのひらめきを見たか。撤退する。さすがに厳しいかな。はい、ロンさんうまいですね、あの辺のそうですね、はい、地味にうまいとこ見せつけてますね。いや、スキルは高いですよ、やっぱお互いに、はい、ですね、この奥義でどうですか。さあ、再起、まあ、どうですかとですね、さあ、最後のワンチャンにかけるところですね。14カウントさあ、ボクロクが入っちゃいましたね。馬長は縄文ですか。はい、これは大きいですね、。さあ、馬長を弾いて、ギエムは、これも定めね、倒されました。さあ、最後軍ですね。さあ、最後にオフィスカートが攻めそれを受けるシップロマート。やっぱりこの再起を生かすためにきっちり時間を稼ぎましたね、はい、さあ、バーチョンも復活しました。さあ、脅威で引っ張って工場を無理やり取っていくところですかね、はい、手返してもう越えに行くしかないですね、はい、ここはね。このバーチョンの馬長はね、強い、チャレンジなんないですからね。これ脅威は届かないですかね、はい、ちょっと範囲が、そうですね、これ全死ぬじゃないですか。死んじゃいますね、これ脅威も死んじゃないですか。このバージョンの馬長を触った方いらっしゃるかちょっとまだ分かんないと思うんですけど、馬長使ってる方いらっしゃいます、会場で。いない。あ、まあ、いますね、はい、あ、ぼちぼちいますね。実際相当減るんで気持ちいいですよね、はい、はい、速度上昇も早いですしね。まあ終わってみれば、はい、はい、ちょっとデッキ相性出ちゃったかなあの現バージョンでどっちが使えるパーツだったが残ってかかってすごい大事な喉の調子が悪いな。そうですか、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。見事勝利いたしましたのは、至福の君主ですね。はい、では両君主ステージセンターへお戻りください。いや、じゃあ最強のリザーバーは補欠のさんですか。補欠のさんですね惜しかったですね補欠加藤君主、惜しかった見せたよ。まああの2ではちょっと勝ち越しすぎたんでちょっと反対返そうかっていう感じです、ね、なるほどなるほど、はい、補欠のさんいかがですか。いや本当にありがとうございました2人ともすごいスリッパなんだはい、ではこの後ですね、はい、実際にそのリザーブマッチとしての